はいどうもリンドです。今日は、またフィギュアの紹介になるんですけれども、今日紹介するフィギュアは今までのドラクエと違って、違うフィギュアになります。ということで今回紹介するフィギュアはこちら、東京ドールズのナナミです。はい、ということでプロジェクト東京ドールズのナナミをフィギュアで作ってみました。これもピコニーもですね、素体にして、作っています。ちょっとアイドルっぽい服を今着せている状態になりますね。はい、目もこんな感じです。はい、で実は今回これはね、目とかに関しては縫ってはいません。そのあたりはね、この後にちょっと簡単に、制作風景の動画入れておきますので、そちらの方もご覧いただければなと思います。あのフレームガールズというシリーズのねやつの、目用のねデカールがあったので、そちらを今回使っていきます。たまたまね、結構似てんじゃないと思って買ったデカールですね。はい、このフレームガールズ瞳デカールセット、フレズベルク用って書いてあるんですけども、この目の形が結構ナナミの目に似てるなと感じたので、そちらの方を使って、作りました。なので基本的に作ったのは顔だけになりますね。なのでこのデカールとメガネ、そしてナナミの髪型を、作って紫色に塗ったよっていう感じですね。デカールを貼った顔自体も一応2種類ですね、あります。笑顔と、ちょっとクッとふわっとしてる感じですね。こちらのちょっと怒ったような感じと笑顔の顔と、あと普通の顔とっていう形で作りました。で今、殺戮人形風の、服を、作ろうと思ってるんですけど、なかなかうまくいかなくてっていう状況ではあります。今ちょっと頑張って作っています。そちらもねできたらちょっとご紹介しようかなと思います。衣装できたらそちらもそちらでね、動画にしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、こんな感じで、これも、結局はフィギュア、着せ替えできるようになってます。なので中とかはね普通にパンツ見えちゃうっていう状態なんですけど、はい。で今までのね、リントとか、これに比べるともう全然ドラクエも関係ないっていうね、もうナナミが一番好きで、作ってしまいました。いつかね、もしかしたら東京ドールズのフィギュアとかも出るかもしれないですけども、まあちょっと我慢できずにフィギュアを作ってしまいました。はい、ちょっとこちらもポーズだったり、着せ替えだったりしたものをね、最後に動画アップ、入れていきたいかなと思います。スライドショー形式でね。なのでこんな感じでね、全部フィギュアの着せ替えができるので、まあ着せ替えも楽しみながら、遊んでいけるかなという状況です。実はナナミも、ライダーガールズの衣装を作っていて、ナナミはレーザーになります。なのでナナミのレーザー風のやつもね、この後のスライドショーに入れていきますので、よかったらそちらの方も見ていってください。ということで、今日は、東京ドールズナナミのフィギュアのご紹介でした。以上リントでした。この後のスライドショーも見てってね、噛んじゃった。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。